おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて皆さん、本日は 6.5 周年ハーフアニバーサリーアップデートでございます。お届けする時間がね少し遅くなってしまいましたが、この激アツな内容を余すことなく伝えていきますので、ぜひ最後までお付き合いいただければ幸いです。ってことで早速やっていきましょう。さあまず背景めちゃめちゃかっこいいよね。すごいド派手で、個人的にはねこのアルゼンチンのイメージ画像もめちゃめちゃかっこいいと思ってます。テンション爆上がりですね。ってことで、まあ、アップデートの内容なんですが、いつも通りね少し細かいところ多いので、サクッとここ触れてからメインの話をしていきます。ってことでやっていきましょう。さあまず一つ目がね SOCC ファイナルラウンドデッキ編成の不具合修正についてです。ここに関してはちょっとうまい具合にねお任せサポート設定がいかなかったというところが、修正されたアナウンスになっております。あとはゲームプラン設定のところもだね、まあ、修正完了しているっていうところで、まあまあ SOCC ね楽しいイベントですから、これからねどんどん、不具合もなくなって、改善されていけばなと思うところです。あとはですねスタミナ関連の実況です。疲れ知らずの動きを見せるの表示が途中出場した選手に対して行われない事象がありましたよということですね。ただこれは実況のみの問題とのことですから、まあ、試合内容にはね影響はありませんので、まあまあ小さなところかなと。こちらもですね同じように、実況表示の問題でございます。これも先ほど同様実況のみの問題ですから、何かね試合において変な効果があるわけではないので、まあ治るのを気長に待っていきましょう。さあ、あとはですね監督チケットスカウトラインナップ更新が入っております。今回は大石監督、メンリー監督、ヘリクソン監督が追加になってます。選べる監督交換チケットにもありますので、まだ持ってないよって方はねぜひこの機会に取っていただけたらと思いますし、まあまあ普通にね監督スカウトチケット引いていく中で出てきてラッキーっていうぐらいで意識していただければいいかなと思います。そしてお次がこちらです。プラチナ星5、星5、星4以上、星3以上確定チケットスカウトラインナップ更新のお知らせです。ネルゲロがね星5確定チケに登場しますっていうアナウンスが、まあ、先週ありましたが、これがね無事に実施されたとのことです。そしてこちらは予告新リーグ登場です。10月23日、来週ですね、新リーグフランスリーグと新カップフランススーパーカップが追加予定になっております。またこちらでねスタジアム建築許可証で一つスタジアム大きくしていけますから、来週の楽しみにね取っておきましょう。さあそうしたらさらっと細かいところ終わりましたので、ハーフアニバーサリーメインの内容に入っていきます。まず一つ目はなんといっても記念キャンペーンまとめでございます。これが熱いね。1日1回10連無料プラスミッション10連キャンペーンでございます。今回ハーフアニバーサリーでアルゼンチン染めが来ているんですが、まあねガチャとは別で、ジビツカガチャとは別でね、アルゼンチンのレジェンドの、まあ、偽名の選手たちがね登場です。バティストゥータにシメオネのね、まあ、バティスタ自名のが来ておりますが、今回結構熱くてですね、最大150連無料で、かつ1日1回ミッションクリアで最大130連分ということで、めちゃめちゃガチャ引けるようになってます。もちろんねこの新星5選手も欲しいところですが、シンプルにね星3星4選手いっぱい手に入りますので、まあ、売却してね銅コイン銀コインにもなっていくというような内容です。で、まあ、重要なのはミッションのところですね。1日1回無料10連は、まあ、普通に引けばいいんですけど、ミッションとして今週はチャンピオンズロードマッチを毎日5試合、そして来週はですね普通に5試合行うとチケットがもらえます。そしてもう一つがハーフアニバーサリー豪華記念ログインボーナスです。期間限定で最大 3000GB がもらえますし、星5確定スカウトチケットや限界突破練習の1段階目もラインナップにございます。これ嬉しいね。もちろん本日時点で皆様も 1000GB とね、あとは記念背景手に入れてるかなとは思いますが、
11月6日までに合計15日ログインしていただいて、限界突破練習1段階目ね、必ず手に入れるようにしてください。でさらに、まあ、いつも通り GB 増量キャンペーンも来ておりますし、パネルミッションも登場です。ユーマルドラドっていうね、星5選手が最大6回獲得、まあ、つまり限界突破5回できる数で手に入りますから、まあ、こちらもね漏れなくやってください。まあ、ミッション報酬のこのクリア報酬もそうですけど、パネル開けていく過程でもねアイテム手に入りますし、ぜひねこちらもせっかくのアニバ記念キャンペーンですから実施していきましょう。そして盛りだくさん友達招待キャンペーンも来ております。11月20日までですね、1ヶ月ちょっとの期間で最大5人限界突破練習も手に入っちゃうキャンペーンです。まあゴールキーパーもねこの限界突破練習は手に入れる価値ありですから、まあ、ぜひこの機会にね、まあ、職場なり学校なりで、周りのお友達やね知人の方に声かけいただいて、ぜひぜひサカツク一緒に盛り上げていってください。そして連携アップキャンペーンも来てます。これは11月の6日、ちょっとね気をつけなきゃいけないのが、11月の6日までだったり16日20日までだったり、ちょっと締め切り13日までだったりね、微妙に違うので、まあ、ここだけ気をつけていただきたいんですが、連携アップキャンペーンは6日までの開催で来てます。いいですね。で、まあ、あとは GB 増量のね補足になってます。まあいつも通りのところなんですが、どうせ課金するならこのタイミングがベストですので、まあ別のね次で何もない月に課金するよって方はぜひこのタイミングで課金していただけたらなと思います。さあそうしたらですね、いや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 激アツ内容で何から触れてったらいいか次悩みますが、先にチャンピオンズロードマッチ行って最後アルゼンチン染め見ていきましょうか。今週のイベントチャンピオンズロードマッチです。新しい星5選手がたくさん手に入りますし、まずはスキル用グダウンとクトマ、ブリングダウンシュートとプレディクトマークが手に入りますと。でかつですね、リシャルリソン、レナルディ、エメルソンロイヤル、ミリトン、エデルソンとブラジルの5選手が限界突破5回可能な状態で手に入ります。いやこれやっぱ熱いよね、まあ、プラス当然チャンピオンズロードマッチのステージを進めていくことで限界突破練習のかけらも手に入っちゃいますから、まあ、ぜひぜひね漏れなく最後まで走り切ってください。であとはね、まあ1日1回のミッションだったりあります。この1日1回ミッションは個人的にはね、この15回目の星4以上確定スカウトチケットを手に入れていただきたいなと思いますし、期間中1回限定ミッションでは、まあ先ほどねちょっと名前を出しましたが、ミリトンだったり、あとは無償 GB ももらえます。まあここのね1日1回ミッション、まあデイリーミッションと期間中1回限定ミッションはシンプルにチャンピオンズロードマッチプレイしていればもらえる内容ですから、漏れなくねプレイしていくようにしてください。新選手たちの性能としてはレジェンドマッチよりちょっと弱いぐらいです。スキルにねいいデバフがないのが残念ですが、まだまだ始めたばかりの方からすると即戦力でこれが手に入るのは激アツですから、ちゃんとねもらうようにしてください。そして最後いきましょう。アルゼンチン染めが来ました。なんと今回ギエルサ監督戦術得意度レベル10に加えてシュートバフを持ってます。フォーメーションコンボ効果、シュートドリブルパスっていうね、まあ、かなり攻撃的な3つを兼ね備えている間違いなくぶっ壊れの監督です。ギエルサの采配っていう選手の特徴によって、デバフがね変化するものもあります。でちなみにちょっとこのギエルサの采配の中に書かれている神の子だったり憧れとの共闘、憧れへの尽力みたいなものは来週の再来週ね再来週のガチャで持つ登場する選手が持つ特徴とのことです。いやすごいね。またねこのギエルサ監督に関しても詳しく徹底的にね性能解説あさっての動画でさせていただこうと思ってます。そしてメインはこちらですね。ハーフアニバーサリーアルゼンチンガチャでございます。いやいやいやすごいね。エステバン・カンビアッソ総合値 16,898、 クラッシャーフリースキル持ちに加えてサネッティ 15,562 ですが、5ポージできるね破格のライトサイドバックが登場です。しかも貴重ライトサイドバックのマルチディフェンス、
マルチディフェンスでね、右左両方できるのはめちゃめちゃ便利ですし、このモチベ特徴っていうのも持ってます。チーム戦術がポゼッションの時、後半開始時に同点か負けていると発動する特徴になっていて、得意戦術ポゼッションの選手のドリブル、マーク、メンタルがダイアップです。まあ、その後ちょっといろいろ細かいこと書いてあるんですが、基本的には選手交代があったタイミングで後半開始時にね、ピッチにいないと発動しないよっていうところです。なんで下げたらダメだよとかね、後半15分の時に入れてもダメだよっていう、開始時にピッチに置いておいてねっていうところと、あとはめちゃめちゃ発動するわけじゃないからねっていうところです。2つ発動していたらこの特徴発動しませんよというものでございます。いやいやいや、素晴らしいね。まあ、他の選手たちは逆に現在のね環境の中ではちょっとパッとしないかもしれませんが、まあ、カンビアスはね、アルゼンチンの団結、ディフェンス能力、パスパワー、ダイアップも持ちながら、新スキル、ディスターブタックルと、相手ミドフィルダーのスタミナ下げながらパスも下げれるタックルですね。いやいや、素晴らしい性能、タックル、SS、パスカット、SS、まあ、激アツといってもね、差し支えない内容でございます。いや、素晴らしいですね。本当に、今回ギエルサ監督ぶっ壊れの戦術速度レベル10シュートパフですが、選手もねそれに恥じぬ内容での登場です。明日このガチャのね内容も詳しく見ていきますので、ぜひねそちらの動画もご視聴ください。ってことで 6.5 周年アニバーサリーアップで解説、ここまでにしたいと思います。皆様の良きゲームライフと、ガチャ引かれる方のガチャを祈っております。豆腐でした。バイバイ。